はい、まずは本編に行く前にこちらの映像をご覧ください。以前にお送りさせていただきました EBC 野球部最強リーグ決勝トーナメントの映像になります。こちらの動画は概要欄にありますのでチェックよろしくお願いいたします。はい、素晴らしいボール、ナイスピッチング。そしてはい、これが打って瞬間に右手を上げる劇的なサヨナラホームランです。ということで今回は EBC 野球部最強リーグ優勝投手の星くんにインタビュー、そしてピッチングをしてもらいました。このえげつないボール、どうぞ。じゃあ星くん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、EBC の、星くんが今日はね、ショーヘイズの練習に来てくれました。星くんといえばね、昨年の、最強リーグの決勝トーナメントの、先発でね、完投してくれて1失点完投、最後あのサヨナラ勝ちしたんですけど、その時のピッチャーだったんですけど、ピッチングすごい気迫あるじゃないですか。何投げてんのかなと思ったらさ、まっすぐとフォークとツーシームなんだっけ。そうです、はい、スライダー系ないんでしょ。それはちょっとびっくりして。カーブって投げないの。投げないですね。でしょ、はい、基本こう力入れてグッて投げるタイプじゃない。ちょっと抜くってないじゃないですか。抜くのってやってないですか。社会人までやってたんですけど、スライダー投げてたんですけど変化しない。いや、フォークとそれ、ツーシームだけでやっていけるなと。やっていけるなと思って。すごいな、フォークとツーシームだけすごいな。なんか同じ感じじゃない、軌道的には。そうですね。だからほんとまっすぐと思いきや、こうなんかずれてく、落ちてくって感じで今までやってきたんですか。そうです。もともとね、AJEC の公式野球部でね、高卒で2年間やってるって話は聞きましたけど、まあ、ちょっとね、肩をね、なんか痛めてるというか、ちょっと痛いんだよね。痛いですね、すごく。声ちっさ。EBC のピッチャー奥田くんとね、同い年ということで、先に奥田くん出ちゃってちょっとね、悔しがってたんで、今回ね、出てもらって、あの決勝のね、映像ともにちょっとお聞きしたいんですけど、フォークってちなみにどうやって投げてる？もし、それとフォークの使いどころを聞きたくて、はい、俺のイメージで言うと、まあ、追い込んでからの最後落とすみたいな、はい、それでフォーク使ってるイメージ。はい、使ってます。ラインをしてないみたいな、ノーノーからいきなりフォーク投げてストライク取るとか。はいはいはい、はい、そんなのはしてないと思うんですけど、してます。してます。あ、してるのか、はい、なるほどね。フォークだったりツーシームでカウントも整えられるし、三振も取れますよっていう、はい、あ、そういう感じですね。あの奥田君はあのスライダーで最後こう逃げるタイプって言ってたんで、まあ、まあまあとやられましたけど、そういうことか。フォークってちなみにどうやって握ってるんですか。2種類あって、はい、何もかけない状態、こういう、はいはいはい、こういう感じです。もう一つはこう挟んで、うん、全部、あー広く、あ、広、はい、すごで、本当に三振取りに行きたい時はもうグッて挟んで、あ、力結構入れるんだ、はい。2種類投げれるようになったのって何歳ぐらいの時。高校生です。高校生で、はい、あ、高校どこだっけ。鶴岡東です。鶴岡東、はい、あの山梨の、や、山形、山形かで、地元が山形。いや、越谷、埼玉の越谷です。あ、埼玉越谷で、はい、じゃ中学まではそこで。中学は普通の軟式。いや、クラブチームです。埼玉 SP っていうところです。埼玉 SP、はい、ちょっと初めて聞いたかもしれない。ヤングリーグ。ヤングリーグってところ全然知らなかった。ギャングリーグってとこに入ってて、そこで、はい、まあ、鶴岡東に行くと、はい、埼玉から、はい、鶴岡東でどんな結果を残したんですか。出てない。出てなかった、はい、嘘。出なかった。そうなんだ。え、最後の大会3回戦負けです。3回戦負け、はい、背番号はなしです。そういうことか、はい、そりゃちょっとまだね、もういいやってならないな。もっ、いや、まだ行けなってました。なってたん、はい。あ、心折れてたタイプか。いや、折れてないですけど、野球はもうやめようみたいな。ああ、もういいや。やめようとして調理師学校行こうと思ってました。調理師学校に行こうとして、そしたらなぜかエイジェックの野球公式野球部に入ってました。入ってました、はい。それはなんか誰かのアドバイスかなんかがあったからですか。高校の副部長に野球をやめるのはちょっとどうなのって言われて。どうだったんですか。でその時はもうやめてもいいですみたいな。大学行ったら内申点とかあるなと思って。内申点でしょ、うん、単位みたいな、うん、それ取れないからさすがに大学行けないですって言って頭悪かったんすか、はい、
大学を来てたんですけど断って、うんうん、で、じゃあ独立リーグ受けろって言われて、うんうん、受けて。独立リーグはどこ受けたんですか？あ、なんかトライアウトみたいな、全体トライアウトみたいな、合同みたいなやつ、はい、最終審査を落とされて、落とされて、はい、で、そこでエイジェックっていうのが声かけられたんですか？そうです、拾ってもらって。あ、そういうことだったんだ。そういうね、人生を送ってるわけだから、はい、野球でまあ飯を食ってたわけじゃん、2年間ぐらいは、まあ、でもやっぱその鶴岡東で背番号なくて悔しかった思いがエイジェックで悔しい思いはこう出せたんですか？そうですね、出せましたね。出せた、はい、楽しかったです。家が越谷、埼玉じゃん、はい、で高校は鶴岡東だから、まあ、寮かな。寮です。でしょ、はい、そっからさ、エイジェックってことは栃木じゃん。栃木です。いろんなところをこう巡ってるわけじゃない、はい、なんかいいことありました？いいこと、困ったこと、いいこと。中学生から高校に上がる時の3日目、3日間ぐらいはもうホームシック。ホームシックです。ああ、ホームシックだったんだ、はい、で高校からそのあれはエイジ君の時のは全然普通に行けましたね。でもさ、山形からさ、はい、ね、仲間とさよならしてさ、一人行くわけやん栃木に、はい、ちょっと寂しかったでしょ。まあまあ寂しかったですけど、だって仲間は全然知らないでしょ。だってでしょ。で、エイジェック上がった後は実家に帰ってきたと。そうです。で実家のお父さんと一緒に仕事をしてると。はい。それでたまたま何 EBC に出会って、自分も強いところやりたいと思ってて、うんうん、したらたまたま声かけてもらって、代表に声かけてもらって、ああすごいいい出会いだと思う。それでね、はい、俺も声かけてもらって監督就任しましたけど、まあ、一緒にできるということで、まあ、これは何かの巡り合いっていうか、野球を続けてきたからこその出会いだと思うんで、そこは大事にさせていただいて、今後ともね、まあ、昨日もまあ、ね、正直飯も行ったしさ、寿司の食べ放題行ってね、奥田君と3人で行ったりして、まあ、EBC のメンバーもっとね、他の人たちも来てくれたらね、僕がね、年末の忘年会行けなかったっていうこともあったし、はい、まあ、飯会をちょっと増やしてコミュニケーション取って、どういう選手なのかとかね、選手同士の相性とかもあると思うんで、今後と見ていきたいと思いますんで、あの本当にね、いいピッチャーだし、まあ、映像を見てもらったら分かるんですけど、本当にいいピッチャーだし、気迫もすごいし、やっぱその一つすごいなと思うところが、ボール先行でノースリーになった後のちゃんとストライク取って最後抑えるところ、はい、もう普通の人はね、ノースリーになったらちょっと折れちゃってね、フォアボールフォアボール続いちゃうとかあると思うけど、まあ、最初の立ち上がりはまあ頑張ってもらって、まあ、あとはもう、ね、気迫で本当になんかね、たくさんのピンチを切り抜けてきたなって、ちょっとの期間しかまだね、一緒にやってないけどすごい感じたんで、はい、ぜひとも今後ともね、仲良くしてもらって、僕と、まあ、こう見たらハチコさんもね、あるんでね、年がね、24歳、私32歳、今年25歳か25歳です。俺33だし、年は離れてますけど、野球という部分ではもう全然ね、あの垣根は特にないし、まあ、僕の方が下手だし、君の方が上手いし、もちろんセンスもあるし、あのいろいろ教えてもらいたいこともいっぱいあるし、社会人で得たことってたくさん、なんかこの発信するべきだと思うし、社会人野球に行きたい人も中にはいると思うんで、そこはなんかこういう、こうやったらいけるよとか、トライアウト受けた感想とかも今後ね、あの聞かせてもらいたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。とりあえずじゃあこれで、はい、今回終わりで、またね、あの EBC で一緒にやるってことだし、またどんどん動画出るってことはあると思うし、またなんか面白いゲームしましょうビル・スミスゲーム楽しかったな。はい、楽しかったですね、うん、はい、というわけで、本日は星くんとの、まあ、対話をしながらのお話でした何かね、何かの、きっかけになればいいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。それではチャンネル登録とコメント、ご評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。インタビューの後に寒い中、そしてガッツの中投げてくれましたピッチング映像をご覧ください。今、変化球要チェックや、要チェック、やっぱいいまとまってるな。制限精神。全部まとまってる。全部。これでしょ。寒い中、カタツムの中、ありがとうございました。素晴らしいピッチング、今後も期待しております。
とグッドボタンよろしくお願いします。それではアシャーイOkay, okay, okay, so, 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 so,